どうもみなさん、君 F です。積みーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、ダンジョンマスター RTC 版続きをやっていきたいと思いますが、とりあえず、えー、あの、怪我してたやつなんですけど、普通にポーション飲んだら治りましたね。あのー、どうやら、あれですね、一定以上ダメージを負ったりすると、どこか怪我したりして、 で、それが、あの、移動とかに影響するみたいなのが調べたら出てきたんで、まあ、あのそういうことだと思います。で、靴をなんとかしてあげたいね。サンドル置いてきちゃったな、どっかに。なら、先に進みましょう。いきなりいるわ。こっちが来てくんないかな来ないか。行動が、えー、これじゃない。あ、間違った。ちょっと待って。 行動が必ず何かしらに影響するので、とにかく戦いたいんですが、めんどくさい時以外は。で、えー、っと、あ、ちなみにこれあれですね。あのあ、のこれ、定期がしたのかな、また。あ、そうですね。これ、薬飲んだら、こう、回復するので、とりあえずこれで、ね、これあれですね。レイピアですね、よく読むと。はい まあ、あの、首都圏、本当にその通り、あの、早いみたいなんで、振りが、とりあえず、持たせておいて、損はないと。あちなみに、えー、皆さんの読み方もわかりまして、ヒッサーであってましたね、ヒッサーさん。で、ウーツエーさん、まあ、ウーさんですね。で、えっ、ー、と、あれ、だ、 だっけ泥フだっけ,ドローフだっけまあ,あの、どっちかですね。まあとでちゃんと確認しとこう。で、ウーフですね。これは合ってましたね。えー、っと、とりあえず、食料はあるけど、これはレッグメール。ああ、鎧だな。はい。 ちゃんと騎士の装備になりましたね。あこのズボン自体はみんなつけてんだよな、ね。これ置いといていいか。あ、靴あるじゃん。よかったよかった。あ、入ったね。よかったよかった。足を痛いもさせずに、ね、ちょっと。申し訳なかったよ。で、どんどん先に進んできたんですが、広い部屋だな。 先に進んできたんですが、だいぶ最初の方にね、あのー、またレベルが上がった。鍵がかかってたところと、あとあれですね、あのー、コイン入れるところか、あそこがあったんで、 こんなに石持ってんなら使ってやりゃいいな、そのうち。あれ、この辺にもなんかなかった気のせいか。またこれだ。とりあえずまっすぐのところには何もいない。ただ足音がするんですよね。どっかで最初のところに戻りたいなとは思うんですが。 あの扉があって、あるいはこれ、いつか戻るかな、最初のところに。なんか、どっかの道を何もしられで,でスルーしてないかなっていう不安もあるんですよね。あれはんこれは弓じゃないか、これ。向こうには誰もいない。大丈夫、OK。お 指だ。ずっと手裏剣持ってたけど、なんだかんだ言って、こう、嫌がって手に入ってるんでね。あーでも、今、あれだな。これ持たしてるからな。どうしよっかな。何やとりあえず、コン棒はいらんだろう。コン棒置いといて。これ、何なんだろうな。なんもないのかな。 も一応調べてるけど一応調べてるけど何もないんだろうかああなんかアマミーだけど落とし穴があ,あるのか This is my p r ズ s o n e r かな I なのかジェなのかがわかんないんですよね Let him suffer プリズナーってこと ああ、なんか、スイッチの上に乗せられてるの怪しいな。まあ意味のないことはしないでしょ。こういうことで。そこは、まあ壊せるところだけど、とりあえず壊さんで、こっちを見て、壁にスイッチとかはない。別に普通の壁っぽいな。 こういうことやってると多分怪我するんでしょうねとりあえずは大丈夫かこれ壊すかでんなんか落ちてんな あ、これはまあいいとして、これんざホーン・オブ・フィア恐怖の角笛恐怖の角笛なんだそれこれ多分口に持ってったら吹くと思うけど、このゲーム。ちょっと怖い。あ階段だけど閉まってる。階段だけど閉まってるボタンっぽいのは、あの、 マミーのとこにあったスイッチですがあれこっちかこれなんか落ちてるそういうふうにグラフィックが見えるだけんここですよね多分今での投石武器とかさっき弓拾ったから倒せるけどそれよっ まず先に、えー、いろいろと見逃してる可能性があるのでそっちに行きたいですね道中のワームはほぼほぼ倒してるのででも足音がするってことはもしかしたら壁の向こうがああそうここも見てないやここ先に見よう もしかしたらもっといるな一回引いてあでもダメージ変えようかななんか重くなったなあ、くなっちゃったなやっぱ硬いやついるよな いるなこの切り株みたいなやつなんだから斧でやったら本当に弱点じゃないかと思うんだけどそんなことはないかなすごいですね斧が使えるようになるまで3回攻撃できるレイティアならさすがですね あいつの群れがいただけかなぽいな食べ物は困っちゃいないんですよねそこまでは今後困るかもしれないからっていうのはあるんだよな 重さがねいいや食べちゃえお腹減ってますしねっていうか水辺がなかったですねこれ。 なんとなくいろいろ開けっぱなしできたけど、開けっぱなしじゃない方がいいんだろうか。なんかその辺も気になるんだよな。こことかね。焼きっぱなしだと、他のところと見分けがつかなくなるかもしれないから、一応通ったら開ける使めをして、それで判断しよう。 し底根かそれともどっかから来たのか今食べれなかったから食べなこれ後でどうせ戻ってくるし置きっぱなしでいっかその肉はああ明らかにどっかから来たんだな湧いたんじゃないよな 枠とかあんのかなこのゲームあ,あ間違ったうわすごいいるな届いてないか なんかこれぐらいなら別にヒットアンドアウェイしなくても勝てるよなって思って戦ったんですけど怪我するかもしれないからしらった方がいいのかなあ、でもコーション飲めば回復するんですよね肉をキっぱーでいいやちょっと締めてうわワームもいるし 湧いてんのかな閉めなきゃよかったそこまあしょうがない判断ミスですこっちの方がいいそういう感じではないか多分敵にもよるんだろうな食べちゃえ 一応閉めといて。一定距離離れると枠とかかな。ああ、毒食らってんな、ヒッサーが。ああ、これじゃ治んなかったか。もうしょうがない。 あとあこれでなんとかなったかさすがにポーション2つ消費したらえー、っとあー間違った多分2段階目じゃないと直せないんですよねもしかしたら毒によって強さとかがあるだろうか 可能性はあるなこいつの毒は強いとかあるかもしれないまあ気をつけよう透析器と弓だったら絶対弓の方が強いよねとは思うのですが あいいるななてんのかさすがにここをくぐり抜けて来ないよな俺は湧いてるんだったらレベル上げは割と楽にできると思うのでそこまでこう気にして必ず戦ってってやらないでもそれこそ その辺にあるものを使ってここだったら扉を閉めてっていうふうに戦っていけるんですが。 素早さも違うかな扉を脱出する素早さもさすがに休憩しましょう6食らってるかもしかしてちょうど二口かなあ,あそうっぽいな じゃあもう一個上のやつとかにできないかなそろそろできないかなこいつ。もう一個上のレベルこれなんですよね。ああ、選べないから多分できないな。んそうじゃなくて、もともとあれか。そもそも。 みんな休息が必要かあ毒治ったからいいや。一回寝ましょう。扉開けっぱなしだったっけ大丈夫かな。で、まあ、怪我してんな。はい。で、えー、っと、こうあの、 こうの、これをじゃあ、まあ、もしかしたら1個でいけるのかもしれんからな。で、うん、まあそうだな。一応、毒にしとくか。回復のポーション、割と持ってるからな、今。これ、まだなんだかわかんないんだよな。まあいいや。 これなんかうっかり使わないようにどっかに箱にでも入れとくかこの箱なんか空きあるんだっけ空きあるねこれの中にこれ入れとこう怖いからな、まあ、肉は置きっぱでいいかなまだいるよ 今、当たんなかったからもしかして気づいてないのかこっちに道中が割と大変だな大丈夫か 間違ったこういうことやってるともしかしてあれかな頭怪我した時って頭からあれ食らったからかなあのー、この降りてくるのを一回カニ歩きのところでそれやりましたからねあれ戻ってきてるわけじゃないよね 決めながら来てるから戻っては来てないはず。 れたっけそれとも行ってない部屋かそこはうお なんか普通にいるなやっぱこいつも逃げるななんか背の高さとかもあるかもなもしかしたらあんまり背が低い敵はおっと 攻撃が当たりづらいあの一瞬のやつも攻撃が当たりづらいだけなのかなでもあいつは単純に硬い気がするんだよな。あ,あ怪我してる。一口飲めば回復。やべえな、戦ってたらちょっと迷っちゃったぞ。あ,あ、こっから入っ、こっから入ってきて、 さっきのところ素通りしたのワーム2匹もいたのにああでもそうだな。まあ閉めてきた可能性はあるからな。あと湧くとしたらやっぱりちゃんと扉閉めとかんとだな。 <laughs> 横着 <laughs> 食料庫みたいになってしまったあれこっから入ってきてそこがそれ。 ああ戻ってきた戻ってきたショートカットってなってるんですよねとりあえずその鍵と湧いたそれ湧いてるかもしれないからなああ戻ってきちゃった なんかキウイがいっぱい並んでるみたいになってたなあの,あの感じこっちか。 もうないんもいだよね一応調べてるけどあとあれかこれねなんか入れていいことが起きるならいいけど扉が開いたら敵が出てきましたみたいなのあるからなとりあえずその2つかな気になっているのはこの辺が、あのー、あそこだと思うんでカニ歩きの部屋の近くだと思うんでできればカニ歩きのところまで一回 戻っておきたいんですがこの辺かな 湧くとしたらじゃあまたあのお化けも湧くよなモスマンみたいなやつおうわー調べるもんだな鍵が入ってたあそこの鍵かな石置いていこう ここですね。はいえー、とでは今回ここまでにして次回、えー、あのコインを入れるところと、えー、鍵穴を、ま、試してみたいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。